マには音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。まっすぐ家に帰るのかな。いいな、幸せそう。それに比べて私ってなんか寂しい。夕焼けに染まった空を背に、私は思いっきり泣いた。だから、今は無理だって。どうしてよ。何度も言ってるだろう。俺今すげえ忙しくてさ、プライベートなこととか全然考える余裕ないわけ。俺ももういい歳で新人じゃないんだし、ここが正念場なんだよ。いい歳だからそろそろ将来のこと考えていかなきゃいけないって言ってんじゃない。考えてるよちゃんと。ただ今はまだ結婚とかできないの。じゃあいつになったらきちんとするわけ。忙しい忙しいって暇になることなんてないんだから、そんなこと言ってたら時間だけ過ぎちゃうじゃない。ああもう、タイミングってもんがあるだろ。キリのいいところでじゃないと結婚のことだって集中して考えられないじゃないか。なんで涼子はそんなに急かすんだよ。放っておくと、悟はいつまでも動かないからでしょ。私もう来年で30だよ。だらだら付き合うんじゃなくて、きちんと、けじめつけてほしいのに。そんなこと、言われなくても俺だってちゃんと考えてるから。心配すんなって。悟はいつもそう。口ばっかじゃん。もういいよ。いつまでもそんな態度なら。私ももう考えるから。何をだよ。自分のことは自分で決めるって言ってんの。もういい。幸せはもろく壊れやすい。人目もはばからず線路脇の道路で泣いているうちに、私はふと幼い頃を思い出した。時間を忘れて日が暮れるまで夢中で遊んだ日の帰り道。それまではあんなに楽しくはしゃいでいたのに、友達と別れて歩いているとふと心細くなる瞬間があった。すれ違う電車には家路を急ぐ人たちがたくさん乗っている。いつの間にか暗くなった空にはいくつもの星。私は帰りが遅くなったことを叱られるだろうと言い訳を考えながら、薄暗い線路沿いの道を歩いていた。ああ、お母さん、怒ってるんだろうな。おーい。え？おい、涼子。お父さん。はあ、なんだ涼子、今帰るところか。うん。ケイちゃんたちと遊んでたら遅くなっちゃって。ダメじゃないか。お母さん心配してるぞ。うん。お父さん、今の電車で帰ってきたの？そうだよ。今日も電車混んでたな。そうだね。いっぱい乗ってたね。見てたのか。なんだ涼子、泣いてんのか？どうした？お母さんに怒られるの怖いか？なんだよ、泣くことないだろう。大丈夫だよ。お父さんが一緒に話してやるから心配すんな。ほら、おいで。何？おんぶしてやるから。遊びすぎて疲れちゃったんだろ。うん。よいしょっと。よいしょ。よいしょ。ああ、腹減ったな。今日は晩ご飯なんだろうな。今日はハンバーグだって。あ
朝お母さんが言ってた。おお、ハンバーグか。やったな。陽子も好きだもんな。よし、急いで帰って風呂入ってご飯食べよう。それにしても陽子、いつの間にか重くなったな。お前、クラスでも大きい方なんじゃないか？ふん、陽子、一番背も高いんだよ。おお、そうか。父さんに似て大きいんだな、陽子は。いっぱい食べて、もっと大きくなれ。はい。よしよし、いい子だ。さ、着いたぞ。ただいま。ただいま。そうだ、私は父の背中に揺られているのが大好きだった。母にはいっつも甘やかしてと叱られていたが、どんな時でもいつも私に甘く優しい父だった。大人になって家を出てからは話をすることもめっきり減ってしまったが、近頃はどうしているだろう。たまには電話でもしてみるか。はあ、私もまだまだ子供だな。あ、もしもし、お母さん。私、特に用はないんだけど、どうしてるかなと思って。お父さんも変わりない？